枠入り最後は12番オクシーゲーテへと収まります。準備完了。スタートしました。まずは4番夢キラリ、3番西のライト、内からは2番乙女の姿出ていきますが、4番の夢キラリ花を切っていきます。外から鞭を振るって追っていく9番のピーチメルバ、9番ピーチメルバの方が前に出ました。さらには6番時のクレールが3番手から2番手並んでいって、その後ろから8番京栄王道、2番乙女の姿、さらに1番の山人ゼーレ、3番西のライト続いて1コーナーカーブ、あとは12番のオクシー、それから5番デルマタッサデナ、並んでいく11番シャドウシティ、後方から7番インビジブル、最後方10番鶴顔お前は2コーナー。先手、9番のピーチメルバ、リードは2馬身から3馬身、4番夢キラリ2番手向こう上面、1馬身差の3番手6番時のクレール、そのうちに2番乙女の姿、さらには8番の京栄王道、そのうち並んで1番山人ゼーレ、1馬身差、3番西のライトが続いて、それから12番のオクシー、11番シャドウシティ、中段後ろ5番デルマタッシャデナ、ばらけて7番インビジブル、離れて10番鶴顔しんがり。前は3コーナーカーブに入っています。先頭は9番のピーチベルバですが、迫っていく4番の夢キラリ、そして6番時のクレール、3頭が横に広がって400の標識を通過。1馬身半差、2番の乙女の姿、外からは1番山人ゼーレ、前は4コーナーカーブから直線です。外から4番の夢キラリ、6番時のクレール、この2頭前に出ました。内目をついて、2番乙女の姿前に迫ってくる。さらに追い込む1番山人ゼーレ。前は6番時のクレール先頭。追ってくる1番の山人ゼーレ。内からは2番乙女の姿、今3番手。あとは後方からぐんぐん7番インビジブルなども追い込んでくるが、先頭6番時のクレール、ゴーリン。6番の時のクレールは人気に応えました。鞍上井上貫太騎手。2番手以降最後もつれました。1番の山人ゼーレ、2番手守ったか。追い込んだ7番のインビジブル。最後は迫って並んだ入線。あまり差がなく当番鶴顔を続いています。